それでは三国志砲のプレイ続きやっていきたいと思います。前回は董卓をですね、超大激戦の末にやっつけて勝利しましたと。おー、炎術2人しかいないっすよ。どうにかして倒して仲間にしたいですけどね。馬頭とは4ヶ月後動揺しますかね。ここはなんかいっぱい頭になってる人多いですもんね。ここ敵対心ゼロ、もう完全に心許してるってやつですね。
て、ちょっと訓練ですかね。ある程度ちょっと状況が良くなったら、作でも始めますか。誰か優秀な人を見つけたら嬉しいですね。こちら米でも買ってほしいけどな、高すぎた。増えたっすけど、ぜひ、毎服でどうにかしたいですね。毎服の毒作戦で計略、毎服作戦で、フィジクリーか。誰だ、300いるんだ、数が多いな。ちょっと訓練しましょう。派遣したいところですけどね、優秀なの。剣の虫探してるよ。相変わらず断られてばかり。
そうですな。兵士を募らないとダメっぽいんで、全然増えない。しかし、また無心ですか。援助しません。いやすごいよこの根性。ちょっとどっかよそでやってもらえませんかね、本当に。92か。こっちは多い91。まあどっちもいけそうですよね。そうなんですよ。多いの先に行きましょう。お願いします。成功お願いします。ダメやな。できか。なんでじゃろだい。成功しそうですか。全部失敗しますけど。おかしいなぁ。ぜひ我が気にしたいですな。お、やっと決まった。一回決まったよ。期待しない方がいい。何もたくさん流言をかましてるのに。試す価値はある。ないよって言われてるのもんだよね、ほんと。トレスカチはございます。すぐに収められちゃいました。徴兵しましょう。徴兵まだいっぱい人が余って、そうでもないっすね。誰に使わせようかな。不安国。おお、すごい。一撃でこんなに増えちゃった。訓練しましょう、訓練。鎮球投与させますか。
ね、袖を多い方がいいからですね。じゃあよろしくお願いします。探しておいででございます。ありゃ、なかなか反応は厳しいですね。ちょっと移動させましょう。この2人を。こちらではどうしようかな。一回徴兵しますか。これすごいっしょ。兵糧たくさん残して差し上げましょう。今まで一生懸命内政はしてません。してないから悪くなる一方っすね。全然問題ありません。何かの攻略本かなんかにちょっとはした方がいいみたいな書いてましたけどね。まあ究極めんどくさいですよね。なんということでしょうって感じですけどね。残しぐらいしときましょう。60になった。待った。住民反乱を阻止できたでしょう。もう技術が115あるからですね。いいじゃないですか。の毒が効いてないな。金ちょっと困って、100か。とりあえず訓練しておきましょう。兵士の質と数だけはいっぱい準備しましょう。投与を使います。イタリア仲間になってほしいっす。終わっていただきたい。と仲間になった。解決は確か自中になれたような気がします。慣れた。喜んでますね。褒美を与えていきましょう。修正できていいな。訓練しましょうか。とりあえずやることやりましたかね。いやー、ここね、一人ならんかね。いい加減になってくれるところを最高やっちゃうけどね。多いっすわ。おやすみ。
後のターンでうまいことやっていただけると助かるんですけどね。点確保のところにうちのビジクが潜入をね決まってくれると最高です。大量でイナゴ、そうなんだ。おっと、マジか、裏切ってきた。そっか、困ったな。って感じ。なんか兵器的なものあったっけ。なかったような気がするんだよな。困ったな。兵糧も持っていくしかないですよね。相手はどうなってんだ。わっ、ソジュ、奇跡作戦するしかないな。これといってこれは家計ができんのかな。家計を使えるのか。そうですね、とりあえず家計ができるかどうかですね。一回キャー、やめてほしい。これは家計を火つかんのかーい。お願いします。火つかない、もう火ついてよ。そんなに失敗するってどんだけパーチクリーンやねん、これ本当に。全然火がつかない、相当火がつかない。火ついてって失敗した。なんでやっと火がついた、この野郎。よーし、失敗するなって。ここで火がつかんかったらダメよ。火つけ、よっしゃー、見たか。それでは負けてますけどね。こちらに火をつけて、よし、手ついた。ふぅ、やった、やった、互角です。これでここまで減らしてようやく動く。線か、火つけ、ようやく火がついた。それでも火をつけます。やめてほしい。まあ、数の上では勝ってるからですね。ちょっと殴ってみますか。ああ、もうやめて。これ山登り対決とか本当にやめてほしい。
が山の上に登るかみたいな。さあこれで殴り合いですよ。これうん、数では勝ってるんですけどね。もう勝ったよ、これは。突撃倒して、よっしゃー、 OK です。来ました、来ました、僕の時代が来ましたよ。仲間になーれ。あ、そうそう、言っていただきたいと。したかついに、まあ、そうなりますわな。この絶妙に攻めてほしいみたいなね、停止の入っちゃったからですね。さーて、じゃあ次の戦いが今度のターンでですね、大逆襲しようかなと思いますが、今回はこれで終わります。